こんにちは。ちょっと待ってくださいね。照明が壊れてます。よいしょ。危ない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 。暑すぎるんだけど。私の体温の問題か。もしや。こんにちは。どうも。こんにちは。よいしょ。よいしょ。こんにちは。こんにちは、こんにちは。ひろいちさん、キムタン、天使タン、羽根鳥さん、鈴人さん、音速の木越さん、プラムさん、こんにちは。羽根鳥さん、モンブラン、ありがとうございます。はるかねこさん、ともおじさん、ゴレヒロさん、タランボスさん、ガウさん、こんにちは。鈴人さん、ハート、ありがとうございます。ひろひろひろさん、こんにちは。よいしょ。あ、オルニストさん、こんにちは。ちょっとね、プレゼントが届いた。いいタイミング。開け方はミスった。どこだこれ。どこが切れるようになってるんだ。わからない。これどういう、熱っ熱っ。勝利さん、メッシさん、こんにちは。熱いな。よいしょ。プレゼント、なんかさ、多分さ、うどんが入ってるからさ、それを持ってくるんだけど、これだ。美味しそう。ちょっと紹介します。うどん、めっちゃ美味しそうなんだけど。池上製麺所だって。オレオーズさん、こんにちは。おリボン買う、ありがとうございます。これか、ありがとう。うわ、すごい。これお風呂のやつだ。なんか入浴剤みたいな、おしゃれ。袋ごとだって。これの中にもう一個袋が入ってるってこと。すごい、めっちゃいろんな香り。3種類。ちょっとプレゼント書いて。急にちょうどね、届いたんで。これは干渉剤ね。これは違う、干渉剤。あ、リコちゃん、こんにちは。あ、星降る夜にいいよね。マジでいいよね。結局この間、一昨日か、見返したのは半分、前半半分ぐらいまでしか行かなかったけど、めっちゃいいんだよね、あれ。マジでいい、あれ、あのドラマ、よかった。すごいよかった。結構いいよね、あれ、あのドラマ。キャスト陣が結構良かったなと思って、あの、合ってた、すごい。ティードームさんかな。こんにちは、100回目ありがとうございます。アナケンさん、こんにちは。頑張って全部は見終える。うん、ぜひぜひ。あの、見たらまた感想も教えて、ぜひ。あら、なにこれ、え、なにこれ、
焼き菓子チョコ、え、美味しそう、ええ、いちご味ミルク味だって美味しそう、ちょっと待ってこれ食べたい開封して速攻食べる人、こんばんじゃなかったこれ、大丈夫よ、押し間違えちゃうよね、ありがとう、かわいい、私のご縁を願ってかな、ケロタンこんにちは、いただきます、今あのプレゼントがちょうどね届いたんで、これいちごとミルクの味らしい、うんうん、めっちゃいちごうまっ、うわ美味しい、美味しい、チョコって書いてるけど、なんかあのめっちゃチョコレートって感じじゃなくて、しっとりチョコって感じ、美味しい、いただきます、うわー最高、これじゃん言ってたやつ、猫ちゃん、そう見た目はねクッキーね、しっとりのやつ美味しいよね、繋いでる方もかわいい、猫耳がついてるパーカーだ、かわいすぎ、ルームウェアだねこれ、かわいい、絶対今じゃないけど、え、すごい、これ首のとこもこんなになってる、今切れるのかな、あ切れるわ、ここにちゃんとロゴも入ってるんだ、かわいい、こう首のとこがさめっちゃあったかあったかくなってる、ちょっと待ってね、どうえかわいすぎないこれ、黒猫にゃんにゃんですね、ちょっとすっぴんでこれきついかわいい、パンツもあるよ、エアコンつけてこれ着てんのやばい、めっちゃ可愛い、これ部屋着とは思えないね、見て下もこんなになってるパンツの、タカさんこんにちは、可愛すぎる、ショーパンいいね、こういうの履いて毛布とかねかけると気持ちいいんだよね、大事にしてます、ありがとうございます、かわいい、ショッパーまで入ってる、ありがたい、ショッパー使えるんですよね、しかもこのサイズめっちゃ使えんの、大好きこういうの、カバンちっちゃいからさ、これこういうの持って出かけたりとかするでっかいカバン持てばいいやんと思うよね、わかるみやさん、山形高井さんこんにちは、山形高井さんハートありがとうございます、違うのよね、そうじゃないんだよね、あ、いいんだよ、かゆ、やばい、なんかギフトボックスまで入ってる、ありがた、こういうのなんかあの小物とか入れるのにめっちゃいい、こういう箱を取っといたりする、可愛いんだもん、ほらロゴが入ってて、これはちょっと、あ、なんかアクセサリーも入ってる、何これ、あーこれ見たことある、可愛い、まうちゃんの M だ、クリップだ、クリップ、かわいい、ヘアクリップ、これさイニシャルのやつなんだよね、かわいい、見たことあるよ、ちょっと待って、すごいんだけど待って、こんなにいっぱいいいの、熱い熱い、ヤギヤギさんこんにちは、明太ジャリさんこんにちは、キラボシありがとう、ほらこうやってくっつける、絶対違うけど、あのこうやって前髪とかさ止めたり、
コスプレっていうかね、これ部屋着なの。今ねプレゼントを開封してる。ちょっとどうやってつけるのこれ。いだ上手にできない。こうやってほらこうやってくっつけたりするんだよきっと。てかあれか、これ多分半分に分けてのやつか。こうやって止めるみたいなやつかな。だから2個ついてんのかな。まあ別にね止まれば何でもいいと思いますけど。使います、ありがとうございます。あっちいので脱ぎます。これは一旦。ちびぞうさん、ファンタンさん、こんにちは。かわいい、ありがとう。ありがとうございます。みんなお客さん、確かにハーフツインとかでもかわいいね。ね、おしゃれだからなんか別に外につけてってもかわいいかも。ここにねこうやってね、こうやってなんかちょっともうちょっと上手につければ。私のさ今やり方が下手っぴなんだけど、ほらこうやってかわいいんじゃない。てかこれあれだね、なんか確かさイニシャルによってさなんか色味がちょっと違うんだよ。なんか私のやつなんかピンク紫みたいなやつなんだけど、かわいい。バレンタインとかもかわいいっぽくない。あれだしハートだし、ほらこういう感じだ。ここをまあ今結んでるとしてってことだよね。かわいい。 M君とは価値観の違いでお別れした白梅さん、こんにちは。トシさん、こんにちは。そんな感じでございました。ごめん嫌な音した。そうだね、明細が入ってるからって言ってたわ。あまりこういうのは凝視しない方がいいよね。よいしょ。そうちょっとね今日はねこれから美容院に行くんですよね私。なのでちょっとサクッとメイクをしたいと思います。よいしょ。今日も晴れてて結構暖かいみたいですね、昼間はね。そうそうなんです、そうなんですよ。いてたたたたた、引っかかっちゃったりなんかしちゃったり、よいしょ。いとこの家にメイク道具を持って行ったんだよね。あ、晴れてるけど風強い。なるほどね。そう、多分外に出たらあったかい。あ、間違えた、あったかいじゃないや。ちょっと涼しいんだよね、きっと。それこそ風とかがあるからあれなんだけど、やっぱ日差しがね、太陽光がさ当たってるとどうしてもやっぱりあったかいなってなるんだよね。ぼちぼちメイクをしていきましょう。暑くて体調悪いかと勘違いしたけど普通に暑かった。そうそう、気温も意外と高い。なんか最高気温とか結構高いよね。あら、みほちゃんだ、こんにちは。こんにちは。七七さん、こんにちは。
美容室行くならメイクして先発で化粧落ちないよ。意外と意外とね大丈夫。あのほら顔をさこうやってやってくれたりとかするし、あの隠してくれたりするじゃん。七七三親衛隊122人目、ありがとうございます。ありがとう。暑すぎて秒で化粧が、やっぱ暑いのか、暑いのか、マジか。池代さん、うんとマックス315号さん、こんにちは。髪色変える、なんかどうしようか迷っててっていうか、なんか明るさは結構今の明るさ気に入ってるんだけど、なんかなんせブリーチ毛だからさ、なんか今この明るさぐらいの明るさをもう一回入れてしたら、なんかもっとまた明るくなっちゃうって言われたら、まあもう一回暗い色入れるかなって思うし、なんかちょっと相談してみてかなって感じなんだけど、そう。っていう感じなんだよね。ふう。気分が上がらないわ。気分が上がらない。もうやだ。何なんだろう。マックス時315号さん、モンブランありがとう。なんかあるよねこういう時。何が正解かわからないんだよ。何なの？あ、やけるさんおはよう。ねえねえ、今さっき紹介した。届きました。ありがとうございます。こんなにたくさん。おはよう。ありがとう。かわいいこれ。今着てたんだよ、さっきまで。これもこれも見たし、あの、なんならいただいたし、1個これ。速攻開けて食べた。美味しかった。ありがとう。たくさんたくさん。うどん。これはさっさと食べた方がいいやつだよね。って言ってたよね。表面のこっちか。え？どれも賞味期限大丈夫じゃない？え？全然平気だよ。まあ、食べるね。ひささんこんにちは。一緒に味噌ラーメン食べに行く指定なのその味噌ラーメン。10時半からのね、ああでもまあ1時間くらいか。おはようございましたね。早かったと、うん大丈夫大丈夫大丈夫だったから味わって食べます。ありがとう。入浴剤もね素敵だった。お風呂に入りたいと思えそうだった。非常に気分が上がらない時どうしてるの？なんかってなった時ってどうしてるの？一番早いの俺の正気。一回起きな。そうどうしてる？私ら、うわーラーメン何味？なんかでもやっぱ醤油かな。うん。一番好きだったら醤油かな。内容による、まあ確かにそりゃそうか。寝る、うん確かにね、寝て忘れるっていうのもいいよね。まあ忘れるとか、まあリフレッシュするとかもいいよね。日中は汗ばむ陽気の時、いやそうだよね、そうなの。超天気いいけどね、結構モヤモヤしてるけど、そうそうなの、モヤモヤしてんだよね。ぼーっとする、時間が過ぎるのを待つ。あーなるほどね。あー取りだめてたドラマ、確かに気分を変えるっていうのもいいかもね。カタジエさんこんにちは。ショートケーキありがとうございます。 NU さんっていいのかな、ヌーさんかな。しがきさんこんにちは。
ありがとうございます。そうそう、なんかねモヤモヤするんだ。コーヒー飲むと世界が綺麗。確かにね、カフェに行くとかね。今日カフェ。しばきさん HP ありがとうございます。あ、買い物行く、いいね。ゆきまるさんこんにちは。確かに買い物いいね。それこそあれか、こうなんか美容院とかも、まあその急にはさ無理かもしれないけどさ、たまたまね、なんかあーちょっとモヤモヤするなみたいなタイミングで美容院とかも、まあ気分転換にはなるか。爆食爆買い、まあ結局ねそういうのが一番いいよね。私もそういうタイプだな割と。そう、なんかさ正解がないっていうことがさすごい難しいんだよね。なんかこうしたらいいみたいなのが指標があれば割といいんだけど、そうなんかね、うんってうんってなっちゃうなーっていう感じなんですよね。めぐ姉さんこんにちは、おはよう。うどんに温玉入れるか、それは入れる。それは入れる、うん、トッピングする。ジャガさんこんにちは。まあ文章って難しいよねって思う。あの文だけで人に伝える時って何でもそうだけど、 LINE とかメールとか SNS とか全部そうだけど、相手の表情が見えずに文章で伝えるってなかなか難しいことだよなって日々思う。本当にお洋服ありがとう。そうワンピースなんだけど、なんかいつかのインスタに上げたことあったかな。あんまりいっぱい着たことないんだけど、でも可愛いよねこれ、気に入ってる。オクタゴンさんこんにちは。受け取る側の解釈で書いて、そう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 なんだよ、そうなの。そうなんだよね、言葉って難しいよね本当に。って思っちゃう。もやもやしております。今日はお昼から新宿で美術、おしゃれ、いいじゃん。そうちょっとなんかねもやってなることがあったんだよね。そうそうなの。なんかさ言ってることはわかるんだけど、じゃあどうしたらいいのって思うみたいな。わかる？詳しくは言わないけどさ、
なんかなんていうの、難しいよね。こういう話はママに聞いてもらうのが一番いいんだよね。HSK さんこんにちは。ね、本当にそう思う。本当にそう思うよ。ママに会いたい。早く。美容院行こう。ね。美容院行って髪の毛きれいにしてもらって気分も変えよう。そうしよう。いて、もう少しで帰るんじゃ。そう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 なの。よかったよかった。絵を見て分かった気になってスンってした顔。いいじゃん。いやでも捉え方もねそれぞれだからいいんだよそれ。あ、 AKB の代表って行こうかな。やってるの。すごいよね。あ、なんかあの昔にさ新潟でさ、あの伊勢丹、新潟の伊勢丹でもさやっててさ、行ったんだけど、なんかメンバーがさ多分さ招待してもらったんだよね、メンバーみんなで。行ける人行こうみたいな感じになってさ、確かみんなで行ったんだけどさ、ほんと全員かわかんない、忘れたけど、なんか行ける人で行こうみたいな感じになって行ったのよ。やっぱすごかった。なんかさ、まあね、そういう中で活動しててもさ見たことない衣装とかさやっぱいっぱいあるわけよ。衣装の数も尋常じゃないじゃん。そうだからすごいうわーって思って、なんかあのねやっぱ見たことあるやつとかさ、 MV で見たことあるとかさ、ね、歌番組で見たことあるとかめっちゃあるし。あ、大丸でやってんだ。へえ。ママはどうしたらいいんだけの悩みがちょいちょい湧くね。中学の、え、そう、なんか変わってるし名前変わってるし、え、そう、なんかさ何が正解かわからないんだ。正解とかないんだろうけどね、なんか どうすんのがベストなのかわかんないみたいな感じなの。そう、ね、すごいよね衣装ね。本当にさ、なんかさ、なんていうの、それこそさそういうなんか展示とかじゃないとさめっちゃ近くで見ることってないじゃん、ほとんどが。そうだけど、でもさ細かいところまでさちゃんと作り込まれててさ、まあ、着てても思ってたけど、そうなんか、あ、見えてないようなところでもこんな可愛いところあるんだとかさ、可愛いポイントがねあるんだとかさ思ったりとかして、それがさすごいなと思って、見えてるところが全てじゃないっていうのが本当にすごいって思う。ちゃんと全体が可愛いんだもん。あ、前半後半で展示されるチームが可愛い。なるほどね。はるさんこんにちは。ひろしんさんこんにちは。あー、乃木坂のも見に行ったこと。ちょっとね系統違ってまたそれはそれで面白いかもね。可愛いよねきっとね。そう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 、すごいよね本当に。しかもさあんだけいっぱいあるのにさ、あれじゃん、あの被ってるとか別にないしさ、いや形が似てるとかはさすがにあるかもしれないけどさ、やっぱりねその時の曲とかさMV とかのさこう雰囲気とかに合わせてやっぱりさどん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 新しいデザインがさ増えてってるわけじゃん。すごいなと思って、本当に。りょうりょうさんこんにちは。俺もいつもまあまあの可愛いポイントさ見つかる？
バカ殿のアメ、じゃその AKB さんのやつもあるし、そうね、それ衣装店とかなの、そのバカ殿のあれは。ドリフのやつ行ったことある衣装店っていう扱いじゃないでしょあれ絶対リクアは2018年の身どもりで着てた学生服、ああもう本当にね、あの本当に制服のやつね、そうそうそう、あれ可愛いよね。今日肩が見えてるは、あ、もうここのここのちょびっと、懐かしい、私グレーかなんかのブレザーみたいなんだった気がするんだよ。なんかああいう可愛いブレザーみたいなのさ、普通に現役の時着れなかったの、あの現役学生の時ね、着れなかったからさ、なんか指定の全然可愛くないやつだったからさ、なんもおしゃれじゃないみたいなやつだったの制服だから、嬉しかった。ああいう衣装でさ、ああいう制服とか、まあ撮影とかね、でもいっぱい着させてもらう機会、やっぱ職業柄あるからさ、そうあったから、それめっちゃ嬉しかったな、可愛いのいろいろ着れたっていう。ヨーリョーさんモンブランありがとう。そう、そうでしたね。チョロさんこんにちは。今日は家を出る前にお掃除をしていきたいので、ちゃちゃっとメイクしてちゃちゃっと終わらせたい次第。髪の毛はね今日やらなくていいからね、あの美容院行くからね、そのままね、そうだから髪はあのもうこれでいいんです、ちょっと直したから朝、そうだからこれで行くけども、ゴミ捨てて出かけないと、うん準備して、一緒に準備しようよ。うん、お、明太チェリさん親衛隊123人目、ありがとうございます、ありがとう。おっとっと、親指でつっついてしまいましたわ画面を、失礼いたしました。お昼ご飯買いがてらお散歩始めた、あー素敵、いいね、晴れてると気持ちいいよね。できればもうちょいね涼しめだとね、もっとありがたいけどね。え、マイナンバーカードに更新とかあるの？めんどくさいね。髪色ね、なんか私もまださ、なんかこういう色みたいな、なんかその明確なあれがあるわけじゃないから、まあもうわかんないんだけど。でも気持ち的にはなんかもうちょっとなんかちょっとアッシュっぽい感じ。がいいかなって思ってるけど、でもねなんか秋だからこういうなんかマロンベージュみたいなさ、ほんと栗色みたいなのも可愛いよなとか思ったり、今日黒着てるからねちょっと茶髪だと思うけど、多分ね肉眼で見たらほんとこんな感じの色、今ちょうどこれで見えてるぐらいな色だと思う。カフェインみたいなファビュラスなヘアカラーだうん分かったよ分かったよ、うん、そうそう、栗のうずしおさん、初見さんこんにちは、ありがとうございます、やっほー。お気軽にコメントしてください、ぜひぜひぜひ。
うんうん、よいしょ、お昼ご飯は家系、いやいや、さすがにそんながっつりはいかないかな今日は。うん、うつきさんこんにちは。そうお昼ね、朝も食べてないからね、あんまりお腹も空いてないんだけど、なんか食べるっていう感じなんだけどね。ラーメンはもうマストなわけね。なるほど。みんなめっちゃラーメンめっちゃラーメン勧めてくるじゃん。昨日から全然お腹す、え、そうなのそうなの、そうそういうタイミングなのよ。全然大丈夫なんだけどさ、お腹空かなくなっちゃうんだよね。あーいいね、そういうなんかカフェでね、あのドトールとかスタバとかそういうのところでフードを食べるとかありあり。軽いのだったら食べられるかもしれん、わかる。そう なのにそういうタイミングに限ってみんなしてラーメンとか勧めてくれちゃうから、ちょっと重いかもっていう、ちょっと重いかもしれんっていうね。気持ち的には食べたいけどね、うん、なんかちょっとね、これ外トンボ飛びすぎて、あ、そうなの、もうトンボの時期だ。トンボのメガネはね、水色メガネ、青いお空を飛んだから、飛んだから。うどんもいいね。トンボのメガネは、え、青色ピカピカ赤色だっけ。パン屋さん、わ、パン屋さんいいね、いいな。パンって好き、めっちゃ小麦製品大好きなんだよね。まあ、丸亀製麺のどんですかってこれ私に聞いてるのかな、もしかして。私はね、花丸派。携帯フリーズしたから、私がフリーズしてた。違うんだよね、その飛ぶの意味が。わかめうどん食べたことない。私さ、同じのしか頼まないからさ、温玉ぶっかけしか頼まないんだよね普段。まつげ入っちゃった。まっつんさんこんにちは。ちょっと待ってよ、あ、取れた。水色ピカピカかでしょ。そうそう、ザキーさんこんにちは。お、お昼休憩に入ったので遊びに来ます。お疲れ様。テチテチ企画さんこんにちは。やばい、まつげフィーバーだ、大変。大変大変。おっとっとっと、うわ、2本も入ってるし、やだー、すごくまつげが抜けてる。ん、取れた。なんかさ、ママと話してたんだけどさ、ママと話してたんだけどさ、私とママってこうやって目とかにまつげとか入るじゃん、まつげとかゴミとか入るじゃん。そういう時さ、超目をさベタベタ触んのね。
でもあんまりそういう人いないよねって言って、あ、そうなの。なるべくさ、多分さ、みんな眼球に触れないようにするじゃん。私たち眼球超触んのよ。そう、閉じちゃって触れないでしょ。そうなのらしいね。絶対良くないよねって言いながらベタベタ触ってる。まあまつげとかゴミとかね、虫とかね、入るんですよね目に。やめてポチ。ご迷惑ですね。まあビューラーとかはね、もうまつげもこうやって刺激 してるから、衝撃を与えてるから、まあ、抜けてもしょうがないんだけど。触って閉じないからいろいろある。確かに眼球触るの遺伝とかあるのかな。カピオジさんこんにちは。職業が、職業病じゃんそれ。病っていうか職業柄って感じ。あーもうやばい、絶対何回やるのっていうね。スエンさん、徳さんこんにちは。12時過ぎにはメイク終わりたい気持ち。うん、でも終わるか。あとアイライン引いてますからしておしまい。ちょびっとだけですね。なんかこの前代々木公園行ったら蚊に刺されたわ。ほっともっと寄って帰る。お、いいね。お弁当。お弁当、お弁当。キュアカフェインありがとう、ペンライト。応援上映か何かですかかな。何かですかかな。日本語やばい。この枠で中止。いや、食べない。アニバルさん、こんにちは。ヒロヒロヒロさん、こんにちは。ヤヒコ様に来て。はい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 。来てみたの日、いいね。なんて読むのこれ。どこかに行くか迷ってる。紐さんない、あ、そうそう、これなんかオレンジベージュ肌色みたいな色。そう、歩いたことない住宅街歩いて探検みたいな。それはいいね。なんかそういうのさ楽しいよね、晴れた日にね、そういうのね。カズーさんこんにちは。あ、カフェ、へえ、いいですね、おしゃれ。てかいいね、なんかこの昼間にさカフェ行ってさとか、ね、平日の昼間にカフェ行ってとかいいよね。土日よりおそらく空いてるだろうし、めっちゃ混んでるとことかだとね、あのあれだけど、平日でも混んでたりするけど。なんか今日帰っちゃおうか迷ってんだよね今。そう、
連絡はしてみてるけど、あ、受け入れ体制は整ってるらしい。そうね、帰っちゃおうかな。家のご飯とか食べたい。なんか荷造りしなきゃ。どっちかの家にこの後青島に行ってこようかな。ラーメン？青島？ラーメン。ケンジさんこんにちは。そう、実家帰っちゃおうかな。まあ最悪ね、連絡あれですよ、直前までしなくて今帰ってるからって言ったら迎えに来ますよ。うちの親は今帰ってるから何時に来てって言ったら来ますよ、きっと。パパとか特に待ち望んでるから私が帰るのどうせ来ますから。はい、分かってます。いや、さすがになんか15分前とかは間に合わんよ。間に合わんけど1時間前とかって全然来るね。パパかママのご飯が食べたいですね。実家のご飯が食べたい。けいこさんかな、こんにちは。かわいい、ありがとうございます。そうそう、そういう人がいるってありがたいよね。そうやって待っててくれる人がいたりさ、言ったら迎えに来てくれたり、当たり前じゃないよね、ほんとっていう意識はあるんだけどね、やめられないの、こういうの。ジズさんこんにちは。あ、コートの連絡はか、そりゃ分からんわ、コートのって言わなきゃあのね、諦めた。なんか来てないし、まだ、そう、今のところまだ連絡来てなくて、コートのその入荷連絡来てなくて、だしもういっかーって。ゲンさんこんにちは。うん、やっぱ高いなーって思ってやめちゃおうかなーって思ってる。うん、なんか私が一番最初に見て、その投稿を見てほしいって思ったみたいな投稿があって、 X に。でそれ見た時に、なんかその上げてた人が、あの去年取り置き期間間違えてて買えなかったコートが今年も出てるって書いてて、その人で、ってことはもしかしたら来年も出る可能性あるのかなーって。で毎年すごい人気でって言ってたし、店員さんもちょっと持ち越してもいいのかなーって思って、まあ出なかったらご縁がなかったっていうことで、まあそれはそれで諦めつくし、そう、まあ必ずしも来年出るってわけじゃないからわかんないんだけど、でもまあ来年出なかったら、まあそのね、そういう感じで、まあご縁がなかったっていうことだなと思うし、今年はちょっと見送ろうかなみたいな感じで思ってます。我慢しようかな。という感じですかね。まあ多分冬物がセールになる頃にはもうきっとそんなのはないんで、人気商品だから。だから安く手に入れるっていうことはおそらく不可能なのね。助平さんこんにちは。そうだから、まあ今無理して買ってもなっていう気持ちになってる。別のやつはね、全然あるはあるんだけど、なんかもうその形とかデザインがもう可愛すぎて一目惚れしたんだよね、そのコートに。だからその着るものがないとかではないんだけど、そう、なんか欲しいって思ったんだけど、ちょっとやっぱ高すぎて、ちょっとうーんって
鈴木一郎さんこんにちは。なんかもろもろ考えたらなんかうーんって思ってきちゃって、なんかそれこそその欲しいって思った段階からまあ未だに入荷してないから、結構その入荷までが長くて、その期間で逆に冷静にさ一回考えてってできたから、まあそれはそれで良かったのかなっていう感じで思ってますけども。そうまあね、アウターだからさとかは思うんだけどね。だしまあブランドだしさ、ねえあのいい生地なんだろうなとは思うけどね、ちょっと一旦そうそう、だからそれでもし来年またなんか違うのがあればそれはそれでその時にそういうの買ってもいいし、絶対欲しいなじゃなくね、そう欲しいけど、でもなんかねそれでさらに余裕なくなってとかだとあんま意味ないなとか思ってさ、コートは来るけどみたいな、うん、だからいっかって思ってる。テキテキハートありがとう。そうそうそう、まあでも勢いでどっちにしろね、勢いで決めてるわけじゃないからさ、今回は買うも買わないも一回ゆっくり考えてってできてるから、まあ後悔はしないかなって思うかな。狛犬さんこんにちは。うん、残念だなとは思うけど、まあでもしょうがないからね、そんなことを言っても。そうだからまあ今回はいい。そう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 、本当にそう、買うのやめて今日規制がちゃう本当にそうだよね、そう思うわね。そうしようかな。赤いちゃんちゃんこはちょっと大丈夫かも定食戦隊ポークジンジャーさんこんにちは。美味しそうなお名前。わあ、金木犀の匂い、季節を感じるね、最高だよね。なんか歩いててふわって香ってくる金木犀の匂いが一番好き。 JT さんこんにちは。そうなんかどこにあるんだろうみたいなところから香ってくるの結構好きなんだよね。その予期せぬタイミングで香ってくるっていうのすごい好き。花粉症の香り、え、花粉来てるよね。花粉あるよね。お家に植えてもらう、わかる。マオもねそれめっちゃ思ってる。おばあちゃんに頼もうかなって。絶対花粉なんだけど、もう鼻やばい。だから喉もそれなのかなって思ってきてる。なんか喉もそれな気がしてるし、この感じ、そう鼻もねすごいムズ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 してる。ずっとくしゃみとかも出るし、それですわ。最悪、また花粉、もう花粉。今朝通勤時に川沿いで金木犀、あーいいね。マリーゴールド可愛いよって話してたら次帰省した時植えられてたそのエピソードが可愛いよ。いいね。そうなんかでも金木犀のさ木って結構でっかくなるじゃん。だから普通にちょっと邪魔かもねっていう話になってて、まだ植えられてないんだけど、ね実家のねお隣さん、自分家の隣のお家の庭に金木犀植えられてんのよ。そうだからいっかまあ時期になれば咲くしいっかって。そう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 、でっかくなるんだよね。なんかちっちゃいねこんなんでポインってなってたら可愛いけどさ、ほんとなんか植木鉢でさね住むぐらいの大きさだったらいいけどさ、木じゃんもうあれって。
だからさ、そうでっかくなる。え、しかも、まあ、お隣さん家が一番近いんだけど、うちの近く結構金木犀植えられてるお家いっぱいあって、あのだからそれこそさ、家からじゃあ車でスーパー行きますってなって、ちょっと窓開けとくと、もうその通り道に何箇所もあんのよ、その金木犀ポイントが。だからあのちょっとお裾分けしてもらってる、あの人んちのやつをそうそうそう、なんかね、中学校行くまでとかの通学路とかにもあのあったの、当時の通学路にもさ何箇所もあってさ、すごい楽しみだった。秋とかそういう金木犀の時期になると歩いていくのがすごい楽しみで、そう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 、時期だなと思って。みのるさんこんにちは。ね、冬になったら雪が積もってね、消雪パイプってあのね、水を出してさ、雪を消す設備にさ攻撃されね、時期だなと思って歩いてたけどはい、ということでメイクが完成したので、とりあえず美容院に行って帰るかどうか決めます。家のマンションの駐輪場の隣に金木犀だったけど、あ、確かにね、黄色い花がね散らばってたりするよね。まあもう金木犀探しながら行くわはい、ということで皆様ありがとうございました。また夜やるので夜はちゃんとお知らせします。ありがとう。みんなも良い一日をお過ごしください。あと半日、お仕事の方はファイト。それではまた夜お会いしましょう。ありがとね。行ってきます。